こちら、オズモアクションの純正のケース。これただね、問題があって、まず充電するときにいちいちこのケースから取り出さないといけないんです。ここはもう少し広いといいんですけどね。完全に蓋が開かないんです。で、何かいいケースはないかなと思って見つけたのがこちらです。eBay で数週間前に買いました。ここ。充電の蓋が開くんです。あと、マイクもちゃんと穴開いてます。これなら風防も取り付けやすそうです。ちょっとこのサイドから締めるネジがやぼったいです。もう少しこうシンプルな形状にできなかったのかなと思います。ちなみにこれをつけないと、ちょっと中でオズモアクションが動いてしまいます。なもんで、このネジでサイドから止めます。中に薄いゴムが貼ってあるので、直接ネジがオズモアクションに接触することはないです。ただですね、これを締めても、普通に使う分には全然問題ないんですけど、自転車に乗せると、この蓋の部分、この辺ですかね、カチャカチャと音が鳴ってしまいます。この音をもろに拾ってしまいます。まあ、手でね、普通に使う分には全然問題ないです。でも、ちょっと惜しいなと思っていたところに、スモールリグのケースを発見しました。新発売ですね。だいたい先行予約で4000円ぐらいで購入しました。発売したばかりです。これでほぼ解決するんじゃないかなと思います。こんな感じに入ってます。スモールリグ。あ、ちょっと重いかな。でも持っていたより重くないです。軽いです。すごいですね、ネジ穴が。いっぱいついてます。ほんとね、オズモアクションといい、GoPro といい、三脚穴をつけてくれればね、こんないちいちめんどくさいことしなくていいんですけどね。かたくなにつけません。で、スモールリグです。正面、サイド、後ろ、もう一丁サイド、真上、そして真下です。ここはすっぽり開いてるんです。なぜすっぽり開いてるかというと、これをつけたままバッテリーを交換することが可能なんです。素晴らしい。なので充電もここでできますし、ずっとつけっぱなしで大丈夫です。こういうのを待ってましたね。とりあえずこのレンズをつける部分は外しちゃいます。できるだけシンプルにしたい。六角レンチは2本ついてます。でっかいのとちっちゃいの。ここはちっちゃいのですね。左回しで取れます。取れました。とてもシンプルな形になりました。これが一番素の状態ですね。あと GoPro 独特のあのマウント。これをつけることもできます。これはこの辺につけるんですね。あ、ここです。これはいらないです。ポイだ。じゃあ実際に取り付けてみます。バッテリーを交換するときにね、この取りにくいのもちょっと大変なんですよ、急いでるとき。入れるときはこの2つのネジを回してロックを解除します。1回入れればこのネジを回す必要もないのでいいです。このネジは取れちゃうのかな。あ、取れますね。一応重さ測ってみます。 73g。 重いんだか軽いんだかっていう状態ですね。
純正のこれですね、 27g、 あ、軽いです、3倍ぐらいあります。もうちょっと軽いといいんですけどね。というか欲しいのはもうほんと三脚ネジのこの部分だけなんですけどね。困ったものです。では入れます。結構キツキツです。もう入りました。蓋を閉める。閉めた状態で中でカタカタしないかが問題です。あ、さらにこうきつく閉めるんですね。カタカタ鳴りますね。やっぱりこの開閉の部分ですかね、カタカタ鳴ってんのは。後で実際に自転車に乗せて撮影したいと思います。このバッテリーの部分が取り出せるのが嬉しい。うん、いい感じです。ごついっすな。使ってみましたが、まあこれつけた時点でもう使う気がなくなりますね。せっかくのアクションカメラが台無しです。このケースはなしです。ここでバッテリー交換できてとても機能的でいいんですけどね。こんなにねネジ穴必要ないですしね。本当ねアクションカムに言いたいのは三脚につけるネジ穴をつけてほしいってところです。このオズモアクションにしろゴーブロにしろネジ穴をつけた方が勝ちなんじゃないかと思います。というわけで今回紹介したのはスモールリグのオズモアクションのケースでした。どうもご視聴ありがとうございました。